キリストの洗礼、1 4 5 5ごロンドン、ナショナルギャラリーピエロデラ・フランチェスカ、または、ピエロデラ・フランチェスカは、イタリアルネサンス期の画家。ボッティ・チェッリなどより一世代前の、イタリア初期ルネサンスを代表する画家である。イタリア中部トスカーナ州のアレッツォ近郊の山間の、町、ボルゴ・サンセボルクロニクツ職人の子として生まれる。 サンセポルクロの地方画家、アントーニオ・ダンギアーリのもとで1430年代までに、土手修行を終え、その後しばらくダンギアーリの助手内視協力者として、サンセポルクロとその近在で仕事をした。1439年頃フィレンツェに行き、フィレンツェ派の巨匠、ドメニコ・ベネツィアーの西寺、あるいは、その協力者として、仕事をした。イタリア各地で制作しているが、 生涯のかなりの部分を競技とその周辺で過ごしている。数学や幾何学に打ち込んだ最初期の画家の一人であり、美術史上最も徹底して、その研究に打ち込んだ人物である。晩年には、三述論、遠近法論、五世多面体論の三冊の著作を残している。これらの著作は全てラテン語ではなく俗語で書かれており、高度な数学、 企学的内容にもかかわらず問題集といった、正確に終始し、人文主義的関心は低く、職人的実用性によって書かれている。ピエロ・デラ・フランチェスカが巨匠として、再評価されるようになるのは20世紀になってからと、言われる。代表作、キリストの洗礼に見られる明瞭簡潔な画面構成、人物や、樹木の単純明快な形態把握、明るい色彩感覚などには、 現代美術に一脈通じるものがある。この作品ではサンセポルクロの周囲の風景がリアリティを持って描かれており、イタリアのパネル画で初めて見る者に古外にいるという感覚を抱かせるとも評される。キリストの鞭打ちでは主題であるはずの鞭打たれる。キリストの姿は画面向かって左の奥に押しやられ、むしろ画面右手前に佇む三人の人物の方が、 ずっと大きく表現されている。これらの服装も年齢もまちまちな三人の人物が何を表しているかについては諸説がある。ウルビーの子を描いた真横向きの肖像画もよく知られている。ありがとうございます。